コランド・プランシーチョ、地獄の辞典第六版、セルベールの孔の差し絵、別称としてケルベロス、ナベルスも挙げられている。ナベリウスは、悪魔学における悪魔の一人、ナベルス、ケルベロスとも呼ばれる。悪魔や精霊に関して記述した文献や、魔術に関して記述したグリモワールと呼ばれる書物などに、その名が見られる。イギリスで発見されたグリモワール、ゴエティアによると、 19の訓団を指揮する序列24番の勇猛なる公爵。18世紀のものと考えられているグリモワール大王義書によれば、ネビロスの支配下にあるという。一方、ナベリウス自身がネビロスと同一視されることもある。召喚されるとカラスの姿で現れ、しわがれた声で話すという。あらゆる人文科学、自然科学を教え、特に修辞学に長けているという。 また、失われ体現や名誉を回復する力を持つとも言う。別名のケルベロスにあるように、キリシア神話のケルベロスと関連付けられることもある。コランド・プランシーは、地獄の時点において、ナベリウスをケルベロスの項目で扱っており、三つ頭の犬、もしくはカラスの姿で現れるとしている。ルイルブルトンによる挿絵では、三種類の犬の頭と鳥の足等を備え、 貴族風の服を着た悪魔が描かれている。ありがとうございます。